はい、皆さんこんにちは、今日は学校で習っている算数と少し違った題材で学習していきたいと思います。楽しく、そしてじっくりと考えてもらえたらいいなと思います。じゃあ今回はローマ数字の方を使って、勉強していきたいと思います。普段皆さんが使っている数字は、このように書きます。これをアラビア数字というそうです。で、今回ですがローマ数字ということで、それぞれの数字に対応するローマ数字の方を書いてみたいと思います。1は変わりません。上下に棒をつける人がいるかも分かりませんが、今回はこのように書いていきたいなと思います。1 2 3、ここまで簡単ですね。4は4本書きません。5 V ですね。6 7 8。何か気づいてきましたよね。5に1足して6、5に2足して6ということなので、8は5に棒を3本たち足します。じゃあ9ですね。9、何か法則があるのかな。9はこのように書きます。少し変わりましたね。ラスト10です。では何かここから法則を見つけた人は、11をどのように表すか予想してみてください。できましたか？答えは121で11、このように書きます。はい、ではこの表をしっかり頭に入れてもらって、今日の勉強をしていきたいと思います。ローマ数字を使います。では式を書きます。さあ、皆さん読めますか？すごい、読めましたね。2ですね。2-5は3となります。2-5は3。ではこの式は正しいですか？正しくないですよね。で、ここで私から問題です。ここの式にある線、棒と言ってもいいですかね、を一箇所、一本だけ動かして、正しい式になるようにしてみてください。これが私からの問題です。ではヒントの方を書きます。今私は口で言いましたが、実際にいつも使っている数字で書いてみましょう。2-5
5は3です。この式をヒントに考えてみましょう。ではできましたか？もうお分かりですよね。では今日はこの辺で、さよならします、答えの方はまた名張市教育センターのホームページに掲載をしておきますので、しっかり自分で考えておいてほしいなと思います。では最後に私の方から少し皆さんへメッセージがあります。普段当たり前にできていることが、それは当たり前ではなくってとっても素晴らしいことだったと今回の件で私は気がつきました。コロナウイルスの影響が少しでも早く収束し、また元の生活が送れることを心から祈っています。皆さん、もう少しの辛抱です。共に頑張りましょう。ありがとうございました。